はい、どうも、こんばんは。今回は、レナードポイントについて、ですね、紹介したいと思います。で、進化には、ノーマル、究極進化、この超進化、3つあるんですけど、まずノーマルから説明したいと思います。で、ノーマルなんですけど、まずはコレクション。何でもいいんですけど、じゃあ、こちらの、どれがいいかな。こちらの、スティーブの1、2、こちらのスティーブでちょっと説明したいと思います。あとですね、ラグビー選手スティーブ。例えばですけど、このスティーブ、スティーブ、水遊びスティーブ、水泳スティーブ、ラグビースティーブ、あるんですけど、例えばですけど、こちら、ラグビー、スティーブを、作ったとします。で、作ったとして、ですね、レナードポイントを貯めるには、このですね、スティーブ、もしくは水遊びスティーブ、水泳選手スティーブ、ラグビー選手スティーブをくっつけると、レナードポイントが増えます。ただしですね、こちらノーマルなんで、最大10個しかつけられません。でですね、で、つけるとですね、例えば、ちょっとチャールズになっちゃいますけど、こちらの右上の、レナードポイント、右上の方にですね、カエルの絵柄の P って書いてある、右側に数字1っていうのがあるんですけど、ちょっと、こちらで説明しちゃうとですね、こちらの詳細、ヒーローチャールズの場合でしたらね、詳細じゃないで、これストーリーか。ストーリーでですね、今、ヒーローチャールズを持ってるんですけど、ヒーローチャールズを、の、あと、レナードポイントを貯めるには、こちらの天使チャールズ、もしくはロケットチャールズ、もしくは、ヒーローチャールズをつけると、こちらのレナードポイントが貯まります。わかりましたか？で、ノーマルだと、最大10になります。でですね、例えばなんですけど、こういう究極進化とか超進化とかいうレンジャーがいるんですけど、今、ポイント100です。で、この究極進化と超進化に関して、ポイントが100まで貯まります。1体につき最大100まで貯まります。でですね、例えばですね、あと、何でしたっけ、こちらの、例えばなんですけど、ですね、こちらの、研究所とかでですね、確か真理がゲットできると思います。秘密の進化の、たまに下級クリスタル、どこでもいいんですけど、真理を、まずゲットしてください。ゲットするか作ってください。でですね、そしたらですね、真理。真理、こいつですね。真理の話しますと、この真理をですね、こちらじゃないんですけど、ミッションっていうボタンを押してですね、間違えました。失礼します。プレゼント箱。プレゼント箱の、こちら左のところに、レンジャー獲得ステージ情報とか、アップデート新規レンジャー、こちらスライドすると、こうやって動かせますんで、こちらの、レンジャー獲得ステージ情報というところをボタンを押します。で、シンディのポイントを集めるにはですね、ステージの方で、こちら全体なんですけど、あとステージ、うんと、シンディ、シンディをゲットできるところがですね、シンディ、どっかにいるかな？ちょっと今、シンディ探してます。シンディがいない。あったあったあった。メインステージの、172から180で、100体ゲットしてください。で、メインステージの172をちょっといきたいと思います。ステージ変更、100、200ステージでいいかな。とりあえず、どん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 、
172ですか。172から、180ですか。はい。で、172以降で、こちらのシンディを、100体ゲットしてください。で、100体ゲットして、100体じゃない、99かな。99体ゲットして、その超進化に、どんどん、なんですか、レベルアップに使ってください。はい。で、そうすることによってですね、まあ、シンディ、今、シンディが、まあ、ここにいるんですけど、一回ちょっと外す。今、チーム A のポイント500の 100% と表示になっています。チーム A と、ポイント、レナードポイント500で 100% です。まあ、例えばなんですけど、これ1体だけだったら、20% です。はい。で、これが、レナードポイント100を、全部5体並べて、まあ、これが 100% っていう風になるわけです。はい。で、B 面も 100%。はい。で、例えばなんですけど、まあ、こちらの A 面で 100%、B 面で、失礼しました。A 面で 20%、B 面で 100%。100% っていうのは、まあ、わかると思いますが、まあ、どっかのステージで、クリアします。クリアする報酬は、まず確実に1個、ですね、ちょっと、どう説明したらいいのかな。なんもなければですよ。なんもなければ、例えばですけど、なんもなければ、0.1%、失礼しました。0%。0% って書いてありますが、これは一応ポイント1あるので、正確には 0.05 かな ?0.05、確か 0.05% の確率で、2個目が、ゲットできます。で、こちらも、0.05% かな、ちょっと数字わかんないですけど、0.05% の確率でもう一つ、ゲットできます。はい。で、とにかく両方、チーム、両面、100% にすることによって、最初、報酬が1個必ず、やっつければ、ステージで、敵をやっつければ、報酬として、1個何かアイテムもらえて、さらに、A 面が 100% だったら、もう1個確実。で、B 面も 100% だったら、もう1個確実に、アイテムがもらえるという仕組みです。はい。でですね、はい。そんな感じですね、はい。で、こちらのですね、エドワードと、こちらのエドワードと、あとこのコニーちゃんと、この羊さんがですね、こちらの降臨ステージじゃなくて、スペシャルステージで、ゲットできます。はい。ここの骸骨ストーンとですね、あとですね、こちら5番目と、あとですね、魔法キューブの5番でですか。これゲットできますんで、これを、まずゲットしてですね、はい。例えば今の羊でしたら、羊をゲットしたらですね、はい。最終ステージの方なんですけど、こちらの429あたりかな。429あたりで、この羊がゲットできますんで、
羊を99体くっつけることによって、エナードポイントがマックスの100になります。はい。それでですね、まあ、例えばなんですけど、まあ、例えば、こちらのチームを押してですね、はい。例えばですけど、まあ、こちらのですね、丸焼きブラウンもしくは、ですね、ストーリー。こう、丸焼きブラウンもしくは、バーベキューブラウンもしくはコーンブラウン。まあ、こちらを、レナードポイントを、100にするには、例えばですね、まあ、マシュマロブラウンとか、ですね、まあ、メインステージで、ゲットできればいいんですけど、今のところメインステージでマシュマロブラウンがゲットできないので、あと、まあ、例えばですね、ポイント100にしようとなると、基本、まあ、ガチャで引くぐらいしかないので、こちらをですね、まあ、メインステージ用にとか、あとですね、スペシャルステージ用にやるっていうのはちょっと不向きなのかなというような説明です。はい。でですね、まあ無限の塔とかあるんですけど、無限の塔。まあ無限の塔、こんなに 装備ま、まあいいや、まあ確認。まあ無限の塔でしたら、このレナードポイントは全く関係ないので、関係はありません。というような感じの動画です。ですから、ですね、まあ、メイン、うーんとですね、まあ、メインステージとか、降臨ステージ、一応今、ここに、表示されている、この全部で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この10体は、一応メインステージ用と、あとですね、スペシャルステージ用になります。ステージ用のキャラになります。で、全員、一応、まあ、レナードポイント100ということで、必ず、全部で、アイテムが3つもらえる仕組みになっております。はい。で、あとは何か補足が、まあ、それとですね、はい。まあ、羊なんですけど、こう超進化にしちゃったんですけど、超進化してもですね、こちらの、まあ、羊と、あと、こちらか、こちらか、こちらの、どれかをくっつければ、レナードポイントが増える仕組みになっております。またですね、一つ言い忘れてましたけど、まあ、こちらのですね、まあ、スイッチじゃないのかな。どれで説明しようかな。あ、これいいか。まあ、例えばなんですけど、こちらのレベルアップっていうボタンを押してですね、まあ今は1なんですけど、まあ何でもない、全然関係ないのを入れても、レナードポイントは増えません。ただし、まあ同じ同型もしくはですね、あとフィルター。またですね、まあ、これをつけても一応ポイントは増えます。はい。増えます。これは増えます。レナードポイントを、レナードポイント、失礼しました。このレナードをつけても、ポイントが増える仕組みとなっております。まあ、説明は以上になるかな、ということになります。はい。よろしいでしょうか？また何か質問あったらコメント欄に記入いただければなと思います。以上です。ありがとうございます。